何を言うか、ほら行くぞ。一太郎はどんどん登っていきました。一、止められても一太郎はどうしましたかどんどん登っていきました。すると山には珍しい綺麗なお屋敷に出ました。一太郎は、お頼みします。化け物が出るところ教えてください。と頼みました。二、 一太郎は何を教えてほしいと頼みましたか化け物が出るところを教えてほしいと頼みました。一太郎は疲れていたので上がり込んで横になりました。すぐに眠ってしまいました。一一太郎は横になるとどうしてしまいましたかすぐに眠ってしまいました。その時です。 どこからかザリン・ドン、ザリン・ドンと音がして、だんだん一太郎に近づくとパックリと飲み込んでしまいました。2. 何かが一太郎に近づくとどうしてしまいましたか一太郎をパックリと飲み込んでしまいました。 しばらくして、こうしちゃ折れぬ、日が暮れる。おじいさんは慌てて立ち上がると、三年峠で転ぶでないぞ、三年峠で転んだならば、三年きりしか生きられぬ、と足を急がせました。一、おじいさんが慌てて帰り始めたのはどうしてですかもうすぐ日が暮れるからです。二、おじいさんは、 どのように足を急がせましたか転ばないように気をつけながら足を急がせました。 おじいさんは真っ青になりガタガタ震えました。家にすっ飛んでいき、おばあさんにしがみつき、おいおい泣きました。ああ、どうしよう、どうしよう。わしの寿命はあと3年じゃ。3年しか生きられぬのじゃ。その日からおじいさんは布団に潜り込み、ご飯も食べずに病気になってしまいました。1 おじいさんは何と言って泣きましたか自分はあと三年しか生きられないのだと言って泣きました。二、おじいさんはどうなってしまいましたか布団に潜り込みご飯も食べずに病気になってしまいました。おじいさんはすっかり嬉しくなりました。 コロリンコロリンすってんコロリンべったんコロリンひょいコロコロリンと転びましたあんまりうれしくなったのでしまいに峠からふもとまでコロコロコロリンと転がり落ちてしまいました 1. おじいさんはどんな気持ちになってどうしましたかすっかりうれしくなって何度も何度も転びました 2. んどんな気持ましたか おじいさんはしまいにどうしてしまいましたか峠からふもとまでころころころりんと転がり落ちてしまいましたところで三年峠のぬるでの木の陰でえいやらえいやらえいやらやいっぺんこらべば三年で。 十遍転べば三十年、百遍転べば三百年、こけて転んで膝ついて、尻餅ついてでんぐり返り、長生きするとはこりゃめでたい、と歌ったのは誰だったのでしょうね。それはね、おじいさんの先回りをして隠れていた水車屋のトルトリだったのです。1 四角に当てはまる言葉を答えましょう木の陰で歌を歌ったのは水車屋のトルトリでしたところがしばらくするとまた狐の奥さんがやってきて先ほどは結構なものをこれはほんのつまらないものですが お返しのお返しです。と、花と花瓶を置いていきました。1. お返しのお返しは何と何でしたか花と花瓶でした。まあ、なんて綺麗な花でしょう。おまけにこんな素敵な花瓶まで。それじゃあ、また何かお返ししなくっちゃ。えー、っと、何がいいかしら。 と、タヌキの奥さんは考えました。に、タヌキの奥さんはどうしましたか次に何をお返しすればいいかを考えました。先ほどは結構なものを。これはほんのつまらないものですが、お返しのお返しのお返しです。それはそれはすみません。きつねの奥さんは、 喜んで絵と壺を受け取りましたぬきの奥さんは喜んでもらえてよかったわと家へ帰っていきました。1たぬきの奥さんは絵と壺を何と言って渡しましたかほんのつまらないものですがお返しのお返しのお返しですと言って渡しました。2狐の奥さんは絵と壺をどうしましたか喜んで受け取りました。 ああ、もう面倒だわ。うちにあるもの何もかも、みんな持って行きましょう。タヌキの奥さんは、うちにあるもの何もかもを車に乗せて、よいこらしょよいこらしょと、狐のうちへ行きました。先ほどは結構なものを、これはほんのつまらないものですが、お返しの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 お返しです。 タヌキの奥さんが持って行ったものは何ですかタヌキの奥さんのうちにあるもの何もかもです。二、タヌキの奥さんは持って行ったものをどんなものだと言いましたかほんのつまらないものだと言いました。 ところがしばらくするとまた狐の奥さんが狐のうちにあった何もかもをよいこらしょよいこらしょと引っ張ってやってきました。これはほんのつまらないものですがお返しの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 お返しです。一、狐の奥さんが持ってきたものは何ですか きつねのうちにあった何もかもです。二お返しは合わせて何回目ですかかっこお返しの数を数えてみましょう。8回目ですみんなが心配でたまらなくなったところ。 スーホが何か白いものを抱きかかえて走ってきました。みんながそばに駆け寄ってみると、それは生まれたばかりの小さな白い馬でした。1何か白いものとは何でしたか生まれたばかりの小さな白い馬でした。スーホは嬉しそうに笑いながらみんなに訳を話しました。帰る途中で子馬を見つけたんだ。 これが地面に倒れてもがいていたんだよ。二、スーホはどんなふうにみんなに訳を話しましたかうれしそうに笑いながらみんなに訳を話しました。日は一日一日と過ぎていきました。スーホが心を込めて世話したおかげで、 小馬は立派に育ちました体は雪のように白く、キリッと引き締まって、誰でも思わず見とれるほどでした。スーホはこの馬が可愛くてたまりませんでした。1、子馬が立派に育ったのはスーホがどうしたおかげですか心を込めて世話をしたおかげです。ある晩のこと 眠っていた数歩ははっと目を覚ましました。けたたましい馬の鳴き声と羊の騒ぎが聞こえます。2。聞こえるのは馬のどんな鳴き声ですか？けたたましい鳴き声です。数歩は狼を追い払って白馬のそばに駆け寄りました。白馬は体中汗でびっしょり濡れていました。 ずいぶん長い間、一人で狼と戦っていたのでしょう。一、狼と戦った白馬は体中どうなっていましたか汗でびっしょり濡れていました。スーホは汗だらけになった白馬の体を撫でながら、兄弟に言うように話しかけました。よくやってくれたね、白馬。本当にありがとう。二、 スーホは白馬にどのように話しかけましたか兄弟に言うように話しかけました。スーホはカッとなって夢中で言い返しました。私は競馬に来たのです。馬を売りに来たのではありません。1 スーホは何をしに来たのではないと言いましたか馬を売りに来たのではないと言いました。なんだと、卑しい羊飼いのくせにこのわしに逆らうのかものども、こいつを打ちのめせ。殿様が怒鳴り立てると、家来たちが一斉にスーホに飛びかかりました。2. 殿様に命令された家来たちは、どうしましたか 一斉に数歩に飛びかかりました。